年のバズベイトでございますよ、これ。あのね、何が違うって、これボディがあるのよ。普通ここヘッドがあるじゃない？ヘッドがあってボディ、普通はヘッドが 大きいのね。で、こいつは何をしたかって、もう後方重心にしてるわけ。だからウエイトが後ろの方に行ってる。だからどこのバズベイトよりも飛ぶんです。もうだからおかっぱりからやるときにね、船からの人はそこまでの、キャスタビリティはやらないんだけども、岸からやるときに、ね、バズベイトが50メーターも飛ぶ、ね。でもあさっての方からもう引っ張ってこれるじゃんっていうね、例えばそのショハブロックと言われるこうテトラ体と言われるね、そういうところの横もあさっての方からずーっと引っ張ってきてドーンなんていうのもできちゃうわけですよ、ね。あとは沖でボイルしてる、ね、あそこ届かねえよって言うや届いちゃう、ね。そういうバズベイトです、ね。基本的にはバズ、投げて巻くだけです。基本的には軽く20メーターあさっての方まで飛び、ね。で結構そんなに早く巻かなくても、これ今すんげえちっちゃいリール使ってるんだよ。すんげえちっちゃいリール使ってるんだけど、こんなにゆっくり巻いてて沈まない、ね。今度もう一回見てみましょうか。軽く投げます、ね。こんなにゆっくりできる、すごくない？もちろん早巻きもいいのよ、うん。ね、2分の1と8分の3オース、ございますので、まあ、その場所にこう応じてこう使ってくれればいいと思いますんでね、はい。8分の3なんてこんなちっちゃいのに、こんなちっちゃいのにやっぱ飛ぶのよ。で、こっちは当然飛びはこっちの2分の1のがはるか彼方飛んでくれるのね。で、もう一つのこの8分の3オンス、当然軽いじゃん。もっとゆっくり巻けんのよ、ね。もっとゆっくり。それとここがミソなんだけど、ここ曲がってるじゃん、これ。これがこういうように、ね。でここがね、空き、ここのスペースがこうすごく空いてるわけ、ね。でこれが短いのがあるんで、この辺まで来てるのがあるの。そうするとここしかないじゃん。こう来た時にこれがもっとペラがこっち側にあるの。今ちょっとこのペラで行くと、この辺にペラがあると思ってよ、ここに。そうするとバンと出た時にこれウィードレス効果になっちゃうの。フッキングしない、ね。僕それが嫌なんで、常にこう後ろの方に後方に持ってってるわけですね、これが。だから横から来ようがこっちから来ようが確実にフッキングするよと、ね。だからバズベイトイコール乗らないっていうのがありますが、まあ、非常に乗せやすいというバズベイトなんで、よろしく。